き比べの2曲目はリザ・フェルシュトマンさんが演奏するバッハバイオリンソナタです。聞こえてくる音からバイオリン奏者がホールのどの位置に立っているのか、マイクがどれくらいの距離、どれくらいの高さに置かれているのか、バイオリンの音だけではなくバイオリン奏者の体の動きが見えるかどうか、全体的なフィーリングに注意して聞き比べてみましょう。